こんにちは、こぐやてっちゃんことファクトリーギアの澤山です。今日はですね、こちらバーコさんのですね、まだカタログにも載っていない新商品なんですけど、ツールキャリーバッグを紹介します。こちらですね、最初に紹介します、ね、空箱なんですけど、わかります？メイドインイタリー。これね、イタリア製の工具箱なんですね。なんかね、ちょっとそれだけでいい感じですよね。早速ですね、中をちょっと開けますね。開け方なんですけど、ここにこっちをですね、これここにスライドさせると服が外れます。そして中を開けますとこんな感じ、ね、工具をですね、しまうボードが1、2、3面あります。で、この3面目のこの下はですね、このように仕切り板がありまして、組み替えることもできます。ここにですね、パーツをね、入れたりもできます。で、ここのですね、ボードなんですけど、普通あのこういうのってあのポケットがこういっぱいついてるのが多いんですけど、バーコのはですね、このようにゴムみたいなんですね。ですから、この横幅をですね、工具の横幅を気にせずにこうシュパシュパシュパ入れられます。で、ここの部分がですね、厚みがですね、2種類あります。このね、薄いのとちょっと厚みのあるもの。ですから、こちらの薄いものの方には、例えばね、このようなドライバーを挿したり、電池を挿したり、で、ここね、受けがありますんでね、下に抜けないようにこのように受けがあります。で、ここのゴムのところには、例えばこのようなセンスドライバーを挿したりできます。で、こっちの厚い方には、例えばこういうようなね、ウォーターポンプフライヤーですとか、ハンマー、ね、こういうのを挿したりできます。で、これですね、ベルトをこのようにして留めておくと、まあ、工具をですね、いろいろと出しやすくなりますね。はい、で、こちらですね、閉じますね。カシャンカシャン、閉じるとですね、こんな感じで、後ろ見てください、キャスターがついてます。もちろんハンドルもついてますよ、ね。こちらですね、アルミ製のハンドルで、ちょっと質感もいい感じです。ですから、公共交通機関を、ね、使われる方とかですね、移動距離が多い場合、このようにですね、キャスターで楽々移動できます。こちらですね、通常在庫品ではないので、店頭にある場合とない場合がありますので、ご来店の際はですね、一度ご確認ください。工具をたくさん持ってあちこち移動してお仕事される方、バーコさんのツールキャリーバッグおすすめです。